南九州の太平洋側、黒潮が流れる日向灘に面した日南市の明津漁港。年間を通じて400種類ほどの魚が水揚げされる港です。この港を拠点に活動しているのが三木良平さん。在籍していた宮崎大学で魚の分類などを研究、図鑑も執筆している魚のスペシャリストです。明津って黒潮が近くを流れているんで、普段いる温帯の魚に加えて南方系の魚が出やすい漁港なんですよね。今まで日本にいなかったような魚とか新種であったりっていう魚が過去何度も見つかっている地域なので、研究、魚の種類という面でも非常に面白い場所ですね。こう全国的にも名前知られているのは有名な目利きの方たちも多いですし。そんな三木さん、めぼしい魚を見つけると動きが怪しくなります。アカネキントキっていうレアド、これ星5中だと4、狙ってた魚ですね。これは標本にさせていただきます。さあ今日は三木さんと共に明津の地魚を仕入れて食べます。まずは巨大な魚を発見。これが特徴ですよ。おー、すごい。フェンシングする魚なんですけど。フェンシング切られてるんですけど、うん、すごい長い角持ってるんですよね。この角でイワシとかを叩いて弱らして食べる。今の時期によく取れて、仲買さんもよく買う人気の魚ですね。これ沖アジ、これうまいです。体真っ黒なんですけど、うん、身は真っ白。秋から冬が旬なので知名度はあんまりないんですけど、すごい美味しい。まあかますって水っぽいって言われるんですけど、うんうん、新鮮なのは鱗だけ剥いで皮をつけたまま炙るんですよ。めちゃくちゃ美味しい。塩焼きのイメージしかないですよ。何やら気に入ったトロ箱があった様子の三木さん。これダコボックスといわゆる呼んでるんですけど、規格外の魚だったりとか型が揃わなかったりした魚をまとめてドバッと入れて、まあ、安く競りにかけるという。三木さんにとってはお宝の山ですよね。そしてどうやら三木さんの今日の本命が登場。もうこの時期の名物で一番美味しい魚、アガツオ。生で食べるとすごい美味しいんですけど、鮮度が落ちるのが早くて、なかなか、まあ、それを食べる経験できる人ってあんまり多くないんですよね。やっぱ秋になったらこれ食べれるとすごい幸せやなと思いますよね。明津港では大型の魚の鮮度を保つためこんな手間をかけています。これは神経締めしましたよっていうサインですね。でここ傷がついてるじゃないですか、これは血抜き処理を船の上でやってますよっていう。これいいですよ、ヘラヤガラ。今日はですね、こちらのお魚を買わせていただきました。せーの。競り落としたのは全部で11種類の地魚。地元の老舗ホテルで調理してもらいます。まあ、これ正式名称うっかりカサゴって言って、なんでうっかりなのか僕もわからないですけど、まあ、ちょっといい値段はしますよ。カサゴなんで高級魚。これとめっちゃいいんじゃないですか。ハガツオ、いい脂がすげーっすね。すごい、今日のハガツオは美味しいですね。美味しい、間違いない。山とかます。今日やと刺身で食べれるんですよね。もう取れた日じゃないと刺身は。このカマスはそうですね。熱帯魚みたいなんですけど、うん、ですよね。これは美味しいですよ。甲殻みたい。これは年中油がある、うん、でこれで11種類ですね。できました。11種類、すごい。でも三木さんチョイスでまずこれから食べてほしいっていうのは、もう大和カマス、水カマスと言われて安い言われてるカマスですけど、すごい美味しいはずなので、美味しくなかったら編集してください。うまいですね。美味しそう、めちゃくちゃ。
おいしい。水かますと言われるだけあって身質がやわいんですよ、うん、で炙ってあるんで適度に香りもあって、うん、脂もあって、うん、もう最高ですよ。次は本命いっちゃって。本命、あ、本命です、はい、本命のハガツオ。ダメですね。ダメですね。ダメだそうです。笑っちゃうんですよね、これ食べると脂がすごくてですよ。いただきます。すいません。脂が乗ってる、うん、食べ終わっても1分間ぐらい口の中が甘いんですよね。本当そんな感じ、うん、赤やがらいきましょうか。はい、じゃあいただきます。甘い。いいですね。全部いい笑顔が出る。やがらいいですね。ヤガラ自体がでかくて長いので、うん、一部刺身にして、うん、一部骨も含めて鍋とか吸い物とかそういう使い方していただけると、うん、全部楽しめるかなと。さておすすめの過酷嫌いいきます。なかなか食べようと思っても食べれる魚じゃないんで、あ、でももう脂が、美味しいです。私これが一番好きかも。これで今の3切れで半身全部使ってますからね。あ、1匹取れてもこれだけしか取れないんで貴重なお魚。実はメイツ港周辺では12月13日までメイツ地魚フェアを開催中。ホテルマルマンさんでも地魚丼をメインとした定食1300円を提供しています。今日はさらに朝仕入れたばかりの珍しい地魚オキアジのフライをつけていただいて1800円の定食に仕上げてもらいました。プリプリしてます。おいしい。今回ご紹介した秋の地魚以外にも四季折々にさまざまな地魚が水揚げされるメイツ漁港、訪ねてみれば初めての美味しい地魚に出会えるかもしれません。メイツの魚を食べに来てください。メイツの地魚が過ぎー